やっぱりお菓子って言ったらキノコの山だよな。あー美味しい。何言ってんのプッチ、お菓子って言ったらタケノコの里でしょ。あ、お前タケノコの里派なのか。そうだよ、タケノコの方が美味しいもん。この長年の恨みここで話してくれるわ。てぃ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 。君たち何をやっておるんじゃ。あなたはもしかしてキノコの山神様。そうじゃ、私がキノコの山神様じゃ。君たちは何やら争っているようじゃねえ。神様、こいつタケノコの里派なんですよ。どうにかしてください。君たち仲良くできんようじゃ。この先は生きていけんぞ。私がおしぶきをしてやろう。はぁ、あれなんだか吸い込まれるよ。わぁ待って、俺も吸い込まれるよ。助けて。ああ、なんだここは。え、何ここ。キノコの山の中じゃないこれ。キノコの山に入ってきちゃったの私たち。でもそういうことだよ、これキノコの里だよ、これきっと混ざってるよ。あー、タケノコの山だよ。違う違う。おい、本当にキノコの山好きなんか。あー、そう、キノコの山だよ、大好きだよバカ。また神様に怒られちゃうよ。脱出しよう早く。脱出するか。とりあえずなんかこっちっすあるよ。はい、あ、日記帳迷い人読んでみます。はい、日記帳迷い人。キノコの山の敷地内で確認されたタケノコの里、人間をとタケノコの里の人間を捕らえた。どうやら山中で道に迷いここへたどり着いたようだ。彼らは大量のタケノコを抱えている。なんと汚らわしい。キノコはタケノコに比べてチョコが 1.4 倍も多く含まれているというのに、いずれにせよこの人間生きて返すにはいかない。あ、え、キノコちゃん、キノコ歯が捕まえられちゃったんだ。キノコちゃんもここにいたら危ないよ。俺キノコの歯だから俺は大丈夫だけど。今キノコちゃんって言わなかった。キノコちゃんっていう。ごめん、もうね、ごちゃごちゃないよ。キノコのなんたらや、なんかタケノコなんたらヒナコやなんやら、ごちゃごちゃないよ。いや混ぜんな、ヒナコは混ぜんな。でもとりあえずキノコじゃない、間違えた。もう待って、本当に間違える。なんだっけ名前。ヒナコだよ。あ、ヒナコはタケノコなんだっけ。そう、ヒナコはタケノコ派だから同じ運命を辿ってるのかもしれない。逃げなきゃやっぱり。え、まずいよまずいよ。俺が協力して出してあげるよ。じゃあありがとう。とりあえずなんかここに怪しい、あ、コード入記入等が記入がある。これそうだね、コード記入するやつあるね。だからこれも茶色いからもう分かんなくなってくる名前が。これを多分入力しないと出れないってことだね。コード、あ、なんかね、上にね、植木鉢に木が入ってる。何文字で書けとか書いてある？その本書いてない。でもここに矢印があるから、これが多分番号になってるのかな。これ経験値だ。取れないのかな。取っちゃダメで。これに数字が書いてあるかもしれない、もしかしたら。え、本当に？名前が数字かもしれない。いや、取れないな。え、これ取れんのこれ。え、どうする？頭文字言っとく？頭文字言ってみるか。うん、でもどれだかわかんない、何がなんだか。左のがわかんない。ダークオークかなあれ。右が松白樺、オーク、アカシア。一番左なんだろう。ジャングルじゃない。ジャングルか。あ、ジシオアマ打ってみるか。いるかしら。数字って書いてあるよ、半角数字。え、数字って書いてあるの。あ、書いてあったわ、打った時に打つところに半角数字って書いてある。じゃあ数字なんだよ。やばい、何。だからどっかにさ、ヒントになるアイテムは隠されてるんじゃない。そうは見えないな。そうは見えないぞ。そうは見えないぞ。あ、ボタンがあった。なはい、どこ。あ、本当だ。え、仕掛けが動き出した。お、なんか出た、なんか出た。おお、これだ、これが、これが、これだ、これだ。番号になってる。見てなかった。白樺4、ジャングル6、アカシア5、オーク3、ダークオーク8で OK ってことは64358。64358だ。64358。ジャングル白樺、オークアカシア、松だから、松じゃない、ダークオークだから64358。 OK 入れてみます。はい、おー、開いた。コードが認証されたようだ。開けてみます。はい、キノコの鍵。これを食べれる？頭皮のだから、ここじゃない？ちょ、食べれないよ。食べれない、これ置いてって書いてある。オッケー、はいはい、
あ、うおー、なにこれ、キノコの家だ。キノコの家、キノコの山に来たんだよ、うちら多分。これキノコの山だか。え、すごい。とりあえず、え、これどうやって行くんだろう、これ。どっか入れるとこは基本閉まってるぞ。本当だ、閉まってる。鉄の扉で閉まってるね。でも奥はまたボタン設置しなきゃいけないみたい。なんか探すんだ。で、この壁がさ、羊毛だったりコンクリートだったりするって感じ。あ、本当だ。とりあえずちょっと探索してみるか。これ後ろとかなんかありそうですね。うん、ちょっと探そうか、ものを。で、多分一個ずつ部屋に入っていくパティーンだろうな。え、楽しみなんだけど、そういうの大好き。めっちゃ美味しそう。僕食べたくなってきた、キノコの山。うん、タケノコの里が食べたい。はっ、ここでそんなこと言ったら殺される。そうだよ、お前命がないと思え。やばいやばいやばい、死、自分死、自分死ってキモくない？文字化けしてくる。文字化けしてくるよね。なんかあった？ない。俺もタケノコにしようかな。あ、あ、裏切り者がいます。なんもないんだけど、何かを探せ。でも怪しいのはさ、あのシュルカーボックス、シェルカーボックス、うん、シュルカーボックスかか、なんかどっかの窓が割れてて中取れるとかか、ボタンじゃね。あ、ボタンもありえる。あ、ボタンもありえる。待って、怖い。ボタンもありえるよ。ひなこは怖い。ひなこわい、ひなこわいだよ今。ね、やめて、略すの。なんか乗っちゃったじゃん。なんかあった？ない。どこだ？あ、あ、あ、チェストあった。嘘、どこ？木の上。木の上？うん、あ、キノコの鍵、黄色の羊毛に設置可能だって。あ、ここか。あ、羊毛そこじゃん。やった。あ、これだ。はい、おお、入ってみる。おお、なんだ？チェストがあるね。はい。お、あ、コンクリートにつけられる鍵がね、9本見っけた。あ、じゃあいろんな部屋入れるようになるね。よし、これなんか入ってるの見てみよう。入ってない。なんもない。よし、じゃあ一番端っかり行ってみるか。うん、何が待ってるんだろう。キノコの試練かな。じゃあキノコの試練かもしれんから行くぞ。はい、オープン。なんだここ。あ、またチェストがある。はい。あ、なんかね、人参つき棒、耐久3ついてる。まあ2本ずつもらっとくか。うん。おい、ふざけんだよお前。おい、出せよ。あ、キノコの、キノコの住民がいる。俺キノコじゃねえよ。誰がキノコや。おい、この野郎。ごめんね。あ、いた。うわ、でも何もない、それ以外何もない。あ、私タケノコ派だもん。タケノコ派だから閉じ込めてるんだよバカ。あ、私の監獄か、ここが。すいません、反省しました、キノコ派です。よし、じゃあ次ここ行ってみるか。はい、オープン。あ、なんだ、なんだ、なんだ、なんか地下があるよ。待って、一旦これありそうなの見よう。これ入ってない。ない。オッケー、地下行くか。はい。おお、なに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 。あ、うわ、なんかてん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 してる。はっ、まとまとてててだ、まとててててだだだね。あ、違う、これトライデントでやるんだこれ。待って、マジで苦手。待って待って待って、むずいぞこれ。待って待って、トライデント本当に苦手だな。いや、でも2人いれば大丈夫なはずだ。でもこれを当てたらここが開くから。そういうことだね。よし、頑張って当てるぞ。何回も当てなきゃいけないのかなこれ。きっとそう。はっ、当たった。あ、ナイスナイス。あ、その四角の場所に当てたところが点滅するようになってる。あ、本当だ、下点滅してる。くそ、くそ、当てた。くそ、お前なんでそんな上んだよ。お前さっき下手くそって言ってなかった？なんか予感で言ってる。予感で。あ、出た。あ、惜しい。あ、もうちょい、あと、あ、惜しい。今、あれ、普通に下手だった。あ、惜しい。今、あ、惜しい。待って、法則性をまみ出した。よし、法則性分かった。あそこが光った後に投げる。オーケー、もう簡単簡単簡単になってきた。ここが光ったら、はい、うえー、ちゃんと見れば結構簡単やったね。よし、開いた。はい。お、エメラルドブロック設置可能、キノコの観察板。まだエメラルドブロック見てないよね。ね、やば、こいつやば、こいつやば、シュ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 、やば、シュ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 、やめて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 、うわ、やめて、待って待って、ちょっと待って、ストップ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 。はい、キープインベントリー。あぶねー、あぶねー、キープインベントリーしよかった。アイテムバラバラになるところだった。オッケー、右と左どっち行く？右。オッケー、ここね。
なんで？え、こっちから見たら右はこっちだよ。こっちから見たら右はこっちじゃん。何言ってんだよ、バカか、もう。お前だよ、バカは。さ、一旦これ見る。はい。何も入ってない。何も入ってない。オッケー。よし、チェスト見ます。はい。エリトラ？あ、エリトラだ。やったー！飛べるぜー！ピューピュー！で、次こっち。うん。はい。あ、これあれ、あ、3つ必要なんだ。なんか他だけ部屋ゴージャスじゃない？ほんとだ、王様の部屋なんじゃない？キノコの王様。なんやだな。じゃあ3つ揃ったらまた来よう。後で来よう、ここは。うん。じゃあ次ここ、はい。いや、右から行こう。はい。なんか仕掛けがありそうだったんだね。あー、とりあえずチェック。で、こっち側見ます。ない。オッケー、何もない。チェスト、はい。お、日記帳、警備の強化を読んでみます。警備の強化を。キノコの山の敷地内で侵入者が確認された。サッとスパイ、あ、キッドスパイしか、あ、キッドスパイか何かに違いない。皆で話し合った結果、今夜一斉に見回りが行われることになった。キノコの山に侵入を取り残すのはどうかと思うが、見回りが終わればさっさと始末してやろう。待って、読んであげようか、私が。大丈夫。侵入者を一人残すのはでしょ、きっと。うん、侵入者を一人残すのはどうかと思うが、見回りが終わればさっさと始末してやろう。ニラの準備が整ったようだ、出発しよう。死者のことかな。早く出ないと、早く出ないと。早く出よう、やばくない？次こっち、はい。あ、また地下だ。とりあえずこれチェック。入ってない。ない。地下に行きましょう。ピュー。あ、なに？柵がある。あ、豚小僧だ。あ、これ人参つき棒使うんじゃない？オッケー。違う、豚を、何して君。いけないのこれ。いけるのそれ、いけないよね。いけないって言われる。じゃあ豚で頑張ろう。ほら、豚おいで。お先っすれー。あ、くそ、あいつ早いぞ、もう。お先っすれー。もう慣れたもんですよ、これは。さあ、こうやってね、ガラスブロックのガラスのこの柱を、の上、お、なんか豚ついてきたんだけど。こう、落ちずに豚を使っていかないといけない仕組みになってる。オッケーオッケー。もう慣れたもんだよね。ういっ、ういっ。あ、バカ、危ない。お、ここからだよ、ここは、ここからだよ。うちの豚ちゃんが。来るな。よいしょ。さあ、チェスト開けてみるか。うん。はい。あ、キノコの缶集め、エメラルドブロックを、手近の。やったー、エメラルドブロックだ。これ2つ集まったね。そうだね、2つ集まったね。あ、待って、なんでお前そっち側にいんだ、バカ。戻ってこい、戻ってこい。おいでおいでおいで、みんな。バカ、ついてくれ、バカ。おい、何してんだよ。じゃあ、どうやって出るかな。あ、エリトラ出てきた。え、これじゃ普通にさ、これいけるくない？え、いけるじゃん。ね、ズルだよ、これは。いけたじゃん。ズルだよ。ほら、いけるじゃん。うわー、これ気づけばよかった、これ。よかった、気づく前で。なんだよ、いけるじゃん。やった、まあ、カーツマじゃん、とりあえず2つゲットしたね。やったね。よし、じゃあ次のエリアに行きましょうか。はい。どこ行くの？こっちでした。あ、待て。行くよ。はい。お前そこまで、私もっと遠くに行ける。あ、めっちゃ遠く行った、ありがとう。ここまで来た、すごい、見て。え、何、どこまで行った。あ、すごい、ここまで。とりあえずここの部屋行こう。この部屋、うん、はい。おお、とりあえずここチェック。入ってない。ない。よし、チェスト見ます。はい。あ、また日記帳、あの場所から。どの場所だ？あの場所から。どうやら昨晩タケノコの里の人間が連れてこられたらしい。食感にこだわってばかりの人間と同じ空気を吸っているような心地で、どうも気分が悪い。それにここから少しの場所にタケノコの里が存在していることを、それ自体が許せないのだ。ここにあるんだ。この近くにあるんだね。もはや頭の中にも嫌悪感がある。なんて言った？嫌悪感じゃない？嫌悪感。私漢字も見てないのに、なんで言うの私が。迷い人は敷地の外でさっさと始末してほしい。だってねえ、殺されるじゃん、タケノコ派。やばいぞ、ひきなこちゃん、お前死ぬぞ。ねえ、そんなに獰猛なの、キノコの人たちは。怖いんだけど。そうだよ、あれ言ったっけ、あのキノコのあの山を大量にこう設置するとさ、トゲみたいになるんだよ。あれを踏んだら一瞬で死ぬんだよ。
いや、バキバキでしょ。キノコが折れるよ、絶対先に。とりあえずここ入ってみましょう。はい。お、またチェスト。よし。はい。はい。何も入ってない。入ってないです、隊長。チェスト。あ、望遠鏡。望遠鏡でーす。きなこの醜い顔が見えるぜ。たけのこの里野郎め。プチプチのアホみたいな顔が見えるぜ。これ俺のキノコ見る、俺のキノコ。変なもの見せつけてこないで。やめて。やめて。ジャンプしないで。よし、じゃあとうとうあと2つ？あ、じゃああと1つだ。あ、余裕じゃないっすか？じゃあ開きます。はい。おっと、またなんかあるぞ。はい、とりあえずこれチェック。はい、入ってない。ないよ。よし。あ、的を射抜けば扉は開かれる。は？的探すんだ。どこにあんの的なんて。まだ見つけてない的。外にあるんじゃないこれ。望遠鏡で見ろってことだよこれ。そうだね。あった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 。早い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 。俺千里眼の持ち主だから。あれだ、あったあったあった。うわ、これだこれだこれだ。これをで射抜けばいいの？まさかさ、このタイミングでさ、もう一個試練が来ると思わなかった。びっくりした。下手くそ。ね、びっくりした。おくそ。あ、どこ行っちゃうの、トライデントちゃん。持ってくのに時間かかる。あ、命中したようだ。よし、命中したって。どこ行くの？あ、ここじゃないわ。バーカ、やいやい、うぜ、下手くそ。迷子になってたくせに。迷子になったのはお前なんだよ。あ、開いてる。え、待って、嘘でしょ。え、閉じてよ、閉じて。お、あ、嘘でしょ。あ、やばいやばい。先どうぞ。ねえ。ふっくり落ちたじゃん。もう。じゃあ行くよ。うん。はっ。プルル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 ル。あ、いけた。え、待って、すご。待って、頑張る私も。一発でいけたんだけど。ゆめちゃん、痛い痛い痛い。あ、ちょっとこっち来てよ。どうやって行くのこれ。今ので。え、はい、おいでもっと。いて、いやー、おい、出されたんだけど。おい、ふざけんなよ。もう一回やり直しだ。行くぜ。ドド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 。難しい難しい難しい。あ、いける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 。よし、いけた。ひなこちゃん頑張ってよ。まず1個目はこの左側からじゃないといけない気がする。こっちね。2個目はこっち。あ、いけそういけそういけそう。やったー、ナイス、取れた。開けてみます。はい。あ、カーツマ3つ目。オッケー。これは、あ、戻された。レースだ。先に行った方の勝ちね。オッケー、用意スタート。はい、あ、くそ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 。あー、ちょっと待って、待って、待って、落ちちゃった。いける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 。あー、あ、いけた。うー、ひなこの負け。やった。俺、痛い痛い痛い。よいしょ、めっちゃやつ当たりしてくる。めっちゃやつ当たりしてくる。いてー。 あいつ何なんだよ。負けず嫌いすぎにも程があるだろう。私より強い人間をこの世から抹殺すれば私が一番になれるっていう理論の持ち主だからさ。隠れよ。これない。外から開くんだよこれ。あ、そっか。あ、そっか。じゃあ開きましょう。はいはいはい、オッケー。加圧マン設置完了。ほい。え、ああ、なんだ。ああ、びっくりした。3人必要なのかと思った。3人必要だと思うよねこれ、さすがに。友達いない、うちらじゃダメなのかと思った。焦った。あぶねえ。じゃあとりあえず、じゃあチェスト開きます。はい。あ、キノコの鍵、真ん中の部屋のやつだ。真ん中の部屋のやつ。よし、あの先には何があるんだ。あれだよね、あそこの先だよね。あれだね、あれ。何があるんだろう。でも出れるかもしれない。あそこが入り口だったから、こっちは出口な気がする。行くぞ。はいはい。お、おっと、待って待って待って、改札口みたいなのあるんだけど。出口だよこれは、きっと。これ出口か。え、行くぞ。あ、え、あ、解放されたんじゃない。お、バイバイ、タケノコ、あ、じゃあ、キノコの山。あ、あ、最後の最後の間違ったらまた戻るよ、スタートに。やめてやめて、早く行こう。あ、あ、全力で森を駆け抜けた。そして、お、キノコの山とタケノコの里の戦いはまだ終わらない。まだ終わんないだと。やるか、お前は。えんだー。あ、ちなみにここで皆さんに朗報が、朗報なんですけど。はい。なんとですね、これの続編のタケノコの里がまた近いうちに出ると思うんで、楽しみにしててください。マジか、この野郎。
タケノコの野郎、一生戦うからな、この野郎。死ねー、あ、自分死んじゃった。お前が死んでるんだけど、バカだよ。ちょっと間違えた。